こんにちは、フジテレビアナウンサーの佐久間みなみです。今日はですね、この大きなカバン、仕事用なんですけど、まあ、プライベートでも使えます。これ実は母から誕生日プレゼントでもらったものなんですよね。まあ、それもあって結構好きで使ってます。ちょっといろいろとご紹介させていただけたらなと思います。こちらが私のカバンの中に入っている荷物のすべてです。なんかこうしてみると、こんなカバンの割に意外と少ないなって今思いました。こっちが、これがお財布です。これも母から20歳の誕生日の時にもらって、もう壊れるまでこれ使っていこうかなと思ってます。カードの量がすごいです。ほとんど今使ってないのに入れてるんで、こういうとこあるんですよね。もうなんか片付けるのがあんま得意じゃない。まあこれはパスケースで、まあ社員証だったり入校証だったりいろんなパスが入ってます。この色合いがすごい好きで、革の、質感なんですけど、こっちもですね、これも革、わかるかな、革な感じで革の質感で、多分そういうのが自分が好きなんだなって今感じました。これ中にこういうリップとか、あとグロスですねが入ってます。どうしてもリップだけ持ち歩きたいっていう時とかに、あんまり大きなポーチとかだと荷物になるので、これくらいのサイズがちょうどいいかなと思って、これを結構愛用してます。これはメイク道具が入ってるポーチです。これ結構最近買ったので、何か特別なものかと言われればそうではないかもしれないんですけど、やっぱりこういう落ち着いた色が好きなんだなって今思いました。これはファンデーションですね。チークとか、まあ、ビューラーとか、もうほぼほぼ全て、下地とかも含めて入れてあるので、だからかなりパンパンになってます。カバンもそうなんですけど、念のために念のためにっていつも思って、いろんなものを詰め込んじゃうんですよね。だから結構パンパンで、かなりずっしりしてます。普通にペンケースなんですけど、黒とか落ち着いた色が好きな反面、こういう色もちょっと取り入れたくなるなっていう感じがして、だからこれももう一緒ですよね、色が。これなんか普通に、もう普通の筆記用具が入ってます。そんな特別な感じではないんですけど、これ立てるんです。これ結構スペースがない時とか便利だなと思って、これ結構使ってます。で、あとは多分皆さんこの本何なんだって気になってると思いますよね。大谷翔平野球少年っていうやつで、もうなんて言うんですかね、その野球においての知識というより、人生においての何かこうレッスンみたいなものを教えてもらってる気がして、やっぱりスポーツ担当し始めて、そんなにこうまだまだ知識がない中で、どうやって自分なりにこう魅力を探していけるかなって思った時に、一人一人の選手のこう技術というよりかはストーリーみたいなのを追っていけたらなと思って、もう隙間時間があれば結構読むようにしてます。まあ、そのスポーツ関連っていうことで、こういった雑誌も皆さん知ってるんじゃないでしょうか。こういうのも暇さえあれば読めるようにということで持ち歩いてます。あとはこれは何が書いてあるかというと、これはもうスポーツに限らず、結構なんだろう、もう一つ一つの仕事の振り返りみたいなのを、まあこういう仕事をしたって反省点とか、良かったところっていうのもちゃんと書くようにしてて、こう振り返ることで、まあ次の仕事に生かせたらなと思って、これは結構できる範囲でやるようにしてます。それをいつも持ち運んでますね。いつでもどこでも書けるように。でまあ、この後の2冊はじゃあ何なんだっていう
話なんですけど、こっちが、あ、そうですね、こっちがスポーツ用のメモ帳です。その日一日起きた、もうどのジャンルでもいいんですけど、注目すべきことっていうのを一つ一つ書いてます。習慣づけようと思って、そのスポーツニュースをチェックすることをっていうことで始めたんですよね。でも大きすぎると、あ、いっぱい書かなきゃって思うので、あえてこのサイズにしてるんですよね。このサイズ内で収まる、その日一日起きたスポーツの出来事とかを1ページにまとめるようにしてます。まあ、なので本当にここが大事だなって思ったところをパッと書いて、まあ、できる範囲でこれも毎日続けてはいますね。それがこのメモ帳で、こっちがですね、あ、今読んで思い出しました。これちょうどメジャーの取材に行く前にメジャー用のノートとして買いました。買ったというか、まあそうですね、使ってます。なので中身は英語で書いてあります。やっぱりまとめておかないと英語ってとっさに出なかったりするので、まあ、これは最低限準備してメジャーの取材に臨みました。何かしらこう袋に入ってるものを持っておかないと落ち着かなくて、で今たまたま干し梅にハマってるっていう感じですね。いや、意外と食物繊維も入ってて女性には嬉しいなっていうことで、結構あの食べるものとかも最近気にしてるので、何かしらお腹空いたらとか口がちょっと寂しいなって時にはすぐに食べられるように必ずこういったものが1個は入ってます、私のカバンの中には。まあ、これは携帯です。反射しちゃってあれですけど、これ私の携帯ケースなんですけど、ミラーになってるんですよ。パッとこう鏡が見たいっていう時にこれで見られますし、もうちょっともう今消えちゃってるんですけど、本当は自分の好きな言葉が書いてあったんです。 Bloom where God has planted you っていうあの言葉があって、日本語に訳すと置かれた場所に咲きなさいっていう意味なんですよね。鏡を見るたびにその言葉を見て自分の心を落ち着かせる術の一つというか、それであのこのケースを使ってるっていうのもありますね。今もうほとんど見えないんですけど、あとはこちらですかね。これはハンドクリームなんですけど、この香りがすっごく個人的には刺さって、でなんでだろうって考えた時に、私の祖母が小さい頃に一番最初にプレゼントしてくれた香水の香りだったんですよ。柑橘系の香りなんですけど、でも全くきついって感じではなくて、皆さんも多分あるんじゃないですかね。結構香りと思い出ってつながるじゃないですか。私は幼い頃両親があんまり家にいなかったので忙しくて、で祖母によくこう家に来てもらって面倒を見てもらってたので、だからその祖母からもらった香水の香りっていうのは私の中ではすごく大切な思い出の一つとして残ってるので、これはあえて紹介したいなと思いました。これからずっと多分これは必ず使っていくことになると思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。フジアナチャンネルでは今後も様々な動画を配信してまいりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。